多分マイナンバーの仕組みとかデスク扇風機みたいなやつなのかなと思うんですけど、これがマイナス 25%。 本当にちょっとしたことがこういうことになってすぐイチャモンをつけてくる。まあ困ったさ。とりあえずリンタロ GPT っていうコーナーいいですね。あ、もうコーナー名決まっちゃったよこれ。Tonight on the Rintaro Show, join Rickman Taro as they dive into the exciting new tech. Get ready for an innovative evening. Welcome to the Rintaro Show.皆さんこんばんは、リンクマンです。松村太郎です。この番組は今週の話題を総ざらいするテックビジネスニュース番組。リスナーの皆さんが気になっているニュースや今後起きそうなことをきっちりと掘り下げます。毎週金曜日か土曜日にライブ収録を行い、アーカイブは翌日に公開されます。アーカイブにはトピックごとにチャプターが区切られていますので、気になるニュースだけをチェックしてもらっても構いません。ガジェタッチのチャンネル登録をしてチェックしてみてください。また、ガジェタッチのプレミアムメンバーの方はライブチャット付きのアーカイブもご覧いただけます。さらに、松村太郎のポッドキャスト、松村ボイスでもザ・リンタロショーをお聞きいただけます。更新は週明け月曜日か火曜日を予定しております。画面共有や実際に物を見せることがあるので、音声だけでは全てを網羅できないとは思いますが、通勤通学のお供にぜひどうぞ。番組へのお便りは、ハッシュタグ、リンタロ、LINTARO をつけて X にポスト、もしくは概要欄からメールにてどしどしお送りください。ということでございます。はい、ということで。もう、私の多分、環境なんでしょうね。ちょっと、ホテルの回線が悪いのかもしれない。すいません。申し訳ないです。でもルーターもね、やっぱり、暑くておかしくなってんのかな。なんか、めちゃめちゃうちは、家の中のネットワークで、レイテンシーが、高くて600ミリセカンドっていうとんでもない数字になっていてですね。それも再起動を何回かかけて安定してきたかな、みたいな感じですけれどもね。今日はですね、おやつがないので、今日は何の日から行きたいと思います。はい。わかりました。でもね、今日は、かなり少ないんですよ。いつもね、なんか画面の幅が、まあ、なんでしょうね。じゃあ自分の顔ぐらいの幅ぐらい画面いっぱいに今日は何の日があるんですけど、今日おでこぐらいもないんですよね。うん、なんか上の髪の毛部分ぐらいしかないんですよ。顔で言うとね。少な。そう、少ない。少な。なので全部読んでいきたいと思うんですけれども。はい。まず、今日の収録はですね、7月27日土曜日と。いうことなんですけれども、まあ夏になると食べたくなる食べ物何ですか皆さん。何が食べたいですかね日本の夏で行くと。スイカ。スイカ。そうなんです。スイカの日。7月27日。当たって。これね、スイカの生産者のグループの方々が制定したと。いうことで、まあ、日付がですね、まあ、スイカの縞模様っていうのが、こう、夏の綱っていう、夏の綱なんかね、こう、スイカの縦の模様を綱に見立てて、夏の綱。ああで、この語呂合わせから、727、夏の綱っていうことで、語呂合わせと。なんで夏の綱でもわかんないですよ。スイカの生産者の方々が縞模様っていうのは綱に見立てるんだ。綱に見立てるっていうことなんですね。そう。そうなんですよ。へーとしか言いようがない。なんともなんか、はい、コメントがしづらいあれですけどね。これスイカの消費拡大っていうのが目的ということなんですけれどもね。ウリ科の一年草のスイカなんですけれども、これもともと実はね、原産アフリカなんですね。砂漠地帯の、植物ということで、まあ、高温、乾燥、強い光、これを環境を好むということで、実は日本の梅雨みたいな環境っていうのは、まあ、苦手なんだそうですね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。なんか不思議な感じですね、はい、それ、そう考えるとね。で、日本に伝わってきたのは室町時代っ
いうことで、まあ、漢字だと西売りとか水売りとかって書くんですけど、なんで西売りっていうのってことは、まあ、中国の製法から伝来したから、から中国基準で西から来た売りなんですね。なるほど、なるほど、なるほど。はい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 、そういうとこから来てる。はいはい、ということなんですね。まあ、はい、まあ、果肉の 90% 以上水分ということで、水分ですね、まあ、ブドウ糖などの果糖とビタミン A とカリウムっていうのをバランスよく含んでいるということで、まあ、これあの、リコピンですね。トマトと同じ赤の成分ですね。これも入っているということでございます。そうなんだ。はい、そうなんですよ。赤いから入ってると。そうなんだね。で、まあ、これ、果物なの野菜なのっていうね、ことなんですけれども、はい、あの、日本の基準園芸分野では野菜扱いなんですが、でも、青果市場なんかで取り扱われるんで、栄養学的にも、作物的にも果物という、なかなか難しい立場に立たされてますね。難しいですね、これはね、どっちがいいのか分からないのかあると思うんじゃないですね。はいはいはい、まあ、やはりね、夏の食べ物ってよく体を冷やすなんて言いますけれどもね、スイカもそうで、うん、まあ、あの、水分を過剰摂取することで起こりがちな夏バテ、とか体力の消耗みたいなところを、解消してくれる役割があるので、ぜひ皆さんスイカを食べましょうということでございますね。昔、スイカを食べるとおねしょをするっていう、うん、話ありましたよね、子供の頃ね。なんかそんな、そうですね。まあ、これ、そもそもスイカがね、先ほど言ったようにほとんど水分っていうことと、うん、あと、やっぱり成分的に利尿作用があるので、まあ出ますわな、っていう。まあ、子供は特にね、コントロールも難しいとか、そうそうそう、多分そういうことなんでしょうけどね。で、はい、よくね、昔のスイカあまり甘くなかったんで、塩かけてましたよね。うん、塩ね。そうそうそう、うん、塩やってました。そう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 。で、なんか塩かけるとすごい甘く感じるとか言って。最近のスイカはね、うん、甘いんですけど、実は塩かけていただくっていうのはかなり理にかなっていてですね。カリウムがあるので、まあ、塩分出ちゃいますよね、と。そうすると、ほら。そうか。水分補給の時にね、塩分も必要ですから、うん、まあ、ちょっとスイカとバランスを、カリウムとバランスを取るっていう意味では、まあ、お塩かけていただくっていうのは、実は、悪くはないんじゃないかということでございますね。そうですね。うん。はあ、そうです、そうです。はい。はい。というのがスイカですね。スイカの日。はい。うん、で、あと、政治を考える日。これはですね。1976年の、まあ、昭和51年ですね。我々はまだ生まれてないですけど。まだ生まれてないですね。はい。はいはい。ロッキード事件で当時の田中角栄前首相が逮捕されたのが、この1976年の7月27日ということですね。うん。そうそうそう。確かに、田中角栄さんね、そうね。僕らの時にはもうすでに、じゃあ、そうか、逮捕されてたんだ。なんかもう、全然覚えてないですけど、確かにそうだったかもしれないですね。そうなんですね。で、まあこれ、ロッキード事件っていうのはね、アメリカのロッキード社ですね。これがジェット機とかを売り込むときに、日本の政界に多額の賄賂を送ったとされる疑獄事件ということで、実はこれね、アメリカの上院の外交委員会で発覚して、で、日本でもこう、お金を受け取ってたじゃないかっていうことになって、逮捕と。いう流れなんですね。5億円。当時で5億円。当時で5億円ですもんね。相当ですよね。です。うん、すごいですよ。相当だったんだ。うん、はい、多分相当だったんだと思う。もうこういうので、まあ、政治と金の問題、今もね、ありますけれども、まあ、今も政治を考える日と。ね、そうなんですよね。はい。まあ、考えておきましょう。はい。そうですね。で、続いて3つ目がですね、ニキビケアの日。うん、あら、お肌。あら、お肌です。これDHC が制定していまして、まあ、ニキビ対策、スキンケア商品を出しているということで、語呂合わせでございますけれども、これ、何かわかりますか？ニキビ？ニキビの日で？何すか？ 727 で？そうなんですよ。全然ピンとこない。まあ、これ、しっかりとニキビをなくそう。で、7、しっかりと、ニキビ、ニキビ、2ですね。を
なくそうな、な、ということで語呂合わせです。でも、しっかりが7っていうのがね、ちょっと。しっかりが7はなんでですか？全然わかんない。なんで？それ。なんで7がしっかりなの？しっかりが7の理由がまあ。はい。で、もう一つがですね、7月27日、萌えピナ記念日だそうです。全然わかんない。これインターネットラジオステーションの温泉さんがありますよね、東京に。などを手掛けるタブリエコミュニケーションズさんが制定したんですけど、同社が、うん、配信する佐藤ひなた、小泉萌香のバトってダイナソーっていう番組が、インターネットウェブラジオがあるんですけれども。なるほど、なるほど。この二人のパーソナリティを務める番組が、2020年の7月27日からスタートということだそうです。いや、うん、これ、凛太郎賞の日みたいなのもそれなんですね。もちろん。そうです、そうです。だから4月の何日かなんかが凛太郎賞、そういうことになりますね。あ、はい。なるほど。そういうのがある。はいはい、そういうのも一応記念日に登録することができるってこと、ね、登録してる、そうですね。はい。で、7月27日、これは毎月の月例の、記念日なんですけれども、仏壇の日。うん。うん、仏壇。仏壇の日。27?27。そうです、そうです。何？いや、これは、なんか、特に、なんていうあれもないんですけど、ね。あ、なんていうあれもないの？ないの？はい、ないの？ああ、そうですか。ああ、そうですか。ただ、西暦685年、天武天皇の14年ですね。この3月27日、まあ、旧暦なんですけれども、この時に、まあ、こう、なんていうんですかね。仏像と経を置いて、こう、礼拝供養せよと。いう見事の理を出したんですけれども、うん、日本書紀にね、書かれていて、で、まあ、こう、仏教を、まあ、神社ですね。神社じゃごめんなさい。お寺を、諸国に作って、仏像を置いてお経を読んで、礼拝供養しなさいということを天武天皇が、出して、命令を出したと。これが奈良時代に成立した、日本書紀に記述されていて、この3月27日を由来して27日を仏壇の日にしたということでございますね。はい。まあ一応なんか歴史を紐解くとなんか一応そういうふうなあれにしたんですね。そうなんですよ。そういうなんか関わりはあるみたいな感じでやったということですね。そういうことだそうですね。はい。で、っていう5つが、今日は何の日に登録されている、7月27日の、記念日年中行事なんですけれども。はい。はい。はい。実は。はい。28日はですね、いろいろ何話の日とかいろいろあるんですけど、シュタゲの日っていうのがあるんですよ。シュタゲの日。シュタゲ？シュタゲ？しません？シュタゲ。シュタゲって。知らないですか。え？シュタゲ。これね、ま、アニメにもなりましたゲームのシュタインズゲートっていう作品があるんですけれども、これの物語が始まるのが7月28日ということで、はい。なるほど、なるほど。これ結構世界的にね、認知されている作品ということで、まあ、ファン同士の体験を振り返ったり語り合える日にしようということで、これ、去年です。2023年に登録されると。じゃあ、2回目だ、はい。2回目、2回目の記念日ですもんね。そうです。2回目でございますね。これ、下着は、はい、秋葉原を舞台にした、うん、タイムリープものになっていくんですけれどもね、うん、2011年の4月から9月までの24話でテレビ版、アニメも放送されて、そして映画も2013年ですね、に放送されてという、さらに続編ですね。続編も2018年に放送されて、結構期間空きながらですね、長く、こう、なんていうか、こう、アニメ化作品されていると。うんいうのが、この作品なんですけれどもね、うん、なかなかこれはぜひ面白いアニメなのでまだ見てない方はぜひ見ていただければと思います。はい、はい、はい。という今日は何の日でということで今日は何の日ございます。はい、はい、で今回から今週から新、うん、新
トピック。新トピックじゃないですけど。はい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 、まあ、ちょっと、今週のガジェタッチ振り返りというのをですね。あ、そうですよ。やりたいなと思いましてですね。そう。やった方がいいですね。今週ちょっと、出した動画とか、はい、ライブ配信のちょっと振り返りじゃないですけど、うん、まあ、ちょっと皆さんにご紹介して見ていただきたいなというのがあるので、は、う、い、んうん。一つずつちょっとやっていきたいです、はい。まずですね、ちょっとショート動画が一本上がっております。今週のリンタロショーから、うんうんうん、先週のね、リンタロショーからの、ショート動画が上がっていて、ちょっと iOS18 の、プレビューを太郎さんにしてもらった時の、なぞってね、やるやつ。なぞって入力をするやつ、はい、をちょっと切り抜いたものがございますので、うん、皆さんぜひね、ちょっとこれ見ていただく、さらに拡散もぜひよろしくお願いいたします。はい。わわわわわ、ちょっと待って、待って、待って、待って。ちょっと音がすごいことになっちゃいました。ごめんなさい、ごめんなさい。なんか、裏のバックグラウンドで。大丈夫ですよ。大丈夫ですか？多分ね、爆音になってですね、バックグラウンド。配信の方にはもしかしたら流れてしまったかもしれないんです。すいません、ちょっと今。本当ですか？大丈夫ですか？皆さん。大丈夫ですか？反応がないんですけどね。そう、これもね、レイテンシーがあるからね。大変なんですよ。レイテンシー。ああ、そうかそうか。レイテンシーの問題が。で、もう一つ、水曜日にやりました、ポッドキャスト収録ライブについてもですね、うん、ちょっと。はい。やりましたの、ね、で、こちらもちょっと紹介。まあ、インプットアウトプットのコツみたいなことで、ちょっと僕らがどうやってインプット、うん、アウトプットをやっているかとか、iPhone でやってるか、Mac でやってるか、みたいな話もしましたので、うんうんうん、ちょっと、まだ見てないよとか聞いてないよという方いらっしゃいましたらね、ぜひそちらの方も、やっぱ流れたって。やっぱ流れちゃってんじゃん。流れちゃってるよ。すいません、すいません。すいません。ちょっといじってしまい。私が変な操作をしてしまい、いじってしまい。ああ、変な操作しちゃったね。はい。そうそうそう。で、ちょっと、ポッドキャストの方もね、はい、ぜひ、ちょっとこちらの方も見てください、はい、ということと、木曜日にですね、ワークスタイルあなたの仕事術、ねうん、まあ、第9弾が、配信されまして、ゲストに石川進さんが出ていただきまして。うん。はい、いやあ、面白かったですよ。神回でしたね、めちゃめちゃ面白い。石川さんは、原稿の、入稿の仕方がすごい面白かったなと思って勉強になりました。各媒体に同時に送ると。ね、同時に出して、はい、差別した時間というか。そこから、あとは無効しないというような話をしていたのも印象的です。こっちは同時にメール送ったぞという。そういうご配慮が。で、さらには実は、はがき職人だったとかね。ねえ。そういうなんか昔の話を、ちょっと、はがき職人と広末涼子というですね、二つのきっかけっていうのも、ちょっと面白かったので、そうですね、ぜひこちらアーカイブ、はい、アーカイブはね、ぜひ見ていただきたいですし、皆さんも、ちょっとぜひ拡散のご協力をいただけるとね、嬉しいかなというふうに思っております。うん、はい。また、来月も多分誰かゲストを呼んでという形になると思いますので、うん、そうですね。ワークスタイルの方もよろしくお願いいたします。はい。あと、プレミアム3、メンバーの方向けの動画も出てるかと思うんですけど、ね、そうだ、プレミアム3の動画も出まして、はい、前半が出ました。前半が出ました。太郎さんのテスラに乗ってですね、はい、ドライブトークをしたという。買い物に行ったんですよ。買い物に行ったんですが、うん、そのドライブトークの最中に初めて僕が、オズモポケット3を太郎さんから借りて使ってるので、はい、そうずっと回してくれてるんですよ。回してたんですけど、ただ、設定も分かってないのでですね、残念なことにですね、左右が逆転してしまうという現象が起きておりますので、うん。なんで？ね、残念なお知らせでしたね、あれはね。太郎さんがずっとね、外車に乗ってる状態になってました。そう。左ハンドルでしたね、完全に、ね。左ハンドル。そう。なってましたので。ちょっとまあ、そこら辺はちょっと。スタバの頼み方とかね。そう。いろいろ、まあ、スタバマスターのね、話をしていたり。そう。僕はあんまりスタバ行かないので、ラテしか頼まないっていう話とかをしてますので、まあちょっと興味のある方は、ガジェタッチのプレミアムメンバーになるとですね、はい、そうですね、こちらの方を見ることができますので。はい、で、もう一本、今月末までに出ますので、そちらもちょっと、はい、見ていただければなというふうに思います。はい。ということが今週のガジェタッチ振り返りでございました。はい、はい。じゃあ、ちょっと本編です、ね、いっぱいありましたね、コンテンツがね。いっぱい今週、はい。行きましょう。はい。お願いします。はい。
はい。では、This Week's Headline のコーナーからいきたいと思います。はい。まずですね、今週なんですけれども、Apple Maps のベータ版公開。いやいや、iPhone に、iPad に Apple Maps あるじゃんってことなんですけど、いや、そうではないんですよ。これね、Web 版が Apple Maps 登場したと。いうことなんですね。アドレスもですね、beta.maps.apple.com という非常にわかりやすい、アドレスになってるんですけれども、はい。Google マップはね、皆さん Web ブラウザからアクセスするのが基本で、まあ、アプリもあるぞということで、Google マップアプリもあると思うんですけど、Apple マップ長らくですね、アプリ版しかなかったんですよね。iPhone と。考えてみたらそうでしたね。そう。本当。iPad と Mac。うん。で、なんかスポットの情報は一応 URL で共有はできたんですけれども、ただ、それを踏んじゃうとどうしてもアプリが開いちゃうので、Web 版みたいな感じでですね、不思議な状態になってしまうんですが、これちゃんと、ブラウザからアクセスするインターフェースがついたよと。いうのが、まあ、ニュースですね。まあ、Apple マップって言うとね、Google マップから乗り換えた当初はですね、何でしたっけパチンコガンダムとか、いろいろな。パチンコガンダム駅とかいろいろありましたね。そうです、そうです。いろんなことが起きてましたけれども、最近どうですか、まだ Google ですか、リンクマンさん。例えばですけど、URL とか、ここの道送られて、なんかこの店こう行こうみたいな感じで送られてきた時の URL 次第なんですよ、僕。というのも、それが Google マップで送られてくれば Google マップに行きますし、Apple マップだったら Apple マップでそのまんま僕使うので、逆に言うとそんなに意識せずに、Apple マップも使ってるっていうような感じにはなってきてるし、だいぶそういう意味では使えるものになってきてるかなというふうな気はしますね。そうですね。だからその、ちょいちょい、Apple Maps と、Apple のマップアプリですね。これと、端末内の連動みたいなのがあって、まあ、Google ももちろんやってくれるんですけど、Apple Maps の方は、カレンダー見て、次のスケジュールの場所っていうのを、カレンダーのサーバーに問わず、カレンダーアプリから見える予定に関しては全部出してくれるので、Google カレンダーの予定だろうが、iCloud のカレンダーだろうが、Apple マップだとちゃんと、その場所に、その次の場所のスケジュールを読み取って、ワンタップで場所を確認できたりするんですけど、Google の場合は、同じアカウントの、Google カレンダーと Google マップのログインが一致してないと、そういった、次の予定の場所とか出してくれないので、まあ、その点、iPhone 使ってる方だと、カレンダー複数ある方は、ちょっともしかしたら、Apple マップの方が、予定との連動みたいなところは便利なのかなという感じがするのと、最近いいなって思ってるのは、チャリですね。自転車。ああ、はい。うん。Apple マップ、高低差も含めてルート考えてくれたり、最後どれくらい坂登るんだみたいな話とかっていうのもちゃんと出してくれたりするので、うん、これちょっとありがたいなというふうに思っていたりしますね。今、吉川太郎さんがコメントですね、シェア率はどのくらいなんだろうっていう話なんですけど、多分ですけど、まあ、まだやっぱり、Google は多いとは思いますよ。まあ言うでもっていうことだとは思いますけど。そうでしょうね。ただ、プリインストールは Google マップはされてないので、まあそれが、新しい人にとってみるとどうなのかっていう話で、普通に Apple マップ開いちゃうのでね、普通の Google マップ開いちゃうのがあるんで、意外ともしかしたら、数字を見ると検討してる方なのかもしれないです。そういう、ちょっとまだそこら辺は数字まではね、細かい数字までは分からないですけどね。そうですね。まあでもやっぱり日本の半分のユーザーが、まあ Apple、iPhone 使ってるんですけど、その割には、やっぱり Google マップ皆さん入れてらっしゃるんじゃないかなと思うので、スマホのシェアの割には、Google マップの方がまだまだ多いみたいな感じなんじゃないかなという感じがします。まあ両方入れてるって方は iPhone の方はいると思うんですけどもね。はい。そうですね。まあルートとか調べるの結局 Google マップかなみたいな時は確かにあるんですけどね。まあパッと見た時に。
そうですね、家からそこまで行くのに、みたいなのをパッと調べるのは、まあまあなんとなく Google マップが多いかな。でも、いや、本当に最初に出た頃のことを考えればですよ。もう全然マップとして使えるものになるんで。全然ね。そうですね。本当、それがすごいと思いますよ。もう本当よくあそこで出したなって思うぐらいだったので、最初に。いやー、よく進、やっぱりね、こういうのインフラものって時間かかるんですね。やっぱりね。なかなか。そう。でも、なんか、やっぱり、ちょっとずつ、その、機能が変わっ、の違いっていうのが、Google と Apple でもあって、例えば、Apple のマップの方だと、うん、交通系 IC を Apple Pay に設定していると、残高が、その、行こうとしているルートの残高が、こう、足りないですよ、みたいなエラーを出してくれたりとかもしますし、あと、電気自動車乗ってる人はね、Apple マップの方が、充電スポット、考慮した立ち寄りとかの検索がしやすかったりっていうので、ちょっと、構成はあるのかなという感じがしますね。確かにね。で、この、ウェブ版の Apple マップについては、すべての機能がまだ入っているわけではなくてですね、ロックアラウンド、いわゆるストリートビューみたいなやつですけど、まあ、そういうのも、今後数ヶ月の間に、まあ、入れていくよ、みたいなことで、あくまでもまだベータ版であるというようなこと。っていうことなので、今後またこれは強化していくということなんでしょうね。うん、まあまあ、Google と同じように展開するっていうのが一つ目標になってるのかなというような感じはしますね。うん、なんかでも、Apple マップで面白いのって、その新しい機能とか詳細地図とかっていうのを都市ごとに入れてきますよね。その、うん、そうですね。そうそうそう。ロサンゼルスとかサンフランシスコから始まって、うん、オリンピックに合わせて東京とか、ね、今ちょうどパリ、オリンピックが始まってますから、うん、パリの情報を拡充したり、だからすごく都市っていうものをすごく意識しながら、やっぱり使う人が多いところを、やニーズに合わせていろんなことを拡充しているっていうことで、これもなんか、後から、参入してきてる事業者らしい動きなのかなというふうにもちょっと思いますけれども。うんなんか都市のアピールみたいなありますもんね、うん。ちゃんとそこが使えますよみたいな。旅行者にとってみるとそういうのっていうのはもしかしたら大事なことかもしれないです。そうなんですよね。はい。そうですね。はい。というのが、はい、まず一つ目のニュースでございます。アプリもですね。はい。はい。はい。で、二つ目はですね、デジタル庁、うんマイナンバーカードの対面確認アプリを開発して、実証試験後、8月に正式リリースと。いうことでございますけれどもね。まあ、これ本人確認を必要とする事業者のスマホを、事業者の、サービスをする側のスマホにダウンロードをして、まあ、利用者の暗証番号の入力なしで IC チップを読み取るってことで、まあ、本人確認を可能とする、厳格な本人確認ができるようにしますよっていうアプリをデジタル庁で開発していると。いうことなんですね。で、実証試験後に8月に、iOS、Android OS でリリースをするという予定になっています。うん、これって、でも、使われるんですかねっていうところちょっと。いや、これ、どうす、まあ、うん。なんとか、デジタル庁としては用意しましたよというのをアピールする狙いがあるのかなと思うんですけど、実際に使われる、その現場で使われるかどうかは、ちょっとまだ何とも言えないかなというか、まあなんか、まあちょっとこれはやっぱりね、マイナンバーカードの、いろいろ詐欺の事件もあったので、マイナンバーカードを推奨するよと言っときながら、じゃあそれを、その、どうやってデジタルあれを読み込むのみたいなのが、いう話になったときに、まあ、デジタル庁としての一つの解決方法を提示したのかな、というような気はするんですが、これ、だからオペレーションどうするのとか、じゃあ誰のスマホに入れるのっていう、なんか、その、事業者と言っても、その、ね、お客さんと対面してる人はどういうあれなのとかっていうのが、まあ、あるんで、ちょっとまだこれ実証実験がこれから始まるそうなので、そこを見て、どういうユースケースが出てくるのか、みたいなのは、ちょっと見てみたいとこではあるんですけど、まだちょっとなんとなく、まあ、ただ、もちろんね、全部、ちゃんと、いわゆる顕面確認だけじゃなくて、デジタルのデータでちゃんと確認する IC チップを確認するのは大事なことなので、やってほしいんですけど、どういう形になるのか、ちょっともうちょっと見てみたいな、という感じはしますね。はい。そうですね、うん。でもこれ結構新聞報道とか見てると、うん、そもそもなんかマイナンバーの仕組みとか、あともう一回そもそも、なんていうんですかね、なんで、
マイナンバー確認、てか本人確認強化しなきゃいけないんだっけっていうところを割とすっ飛ばして、うん、マイナンバーカードの施策を批判しがちっていう、特に新聞とかはそうですね、みたいなところがあって、ね、いや、本人確認をしなきゃねっていうのは、やっぱり携帯電話とかのものも、さっきもね、リンクも言った通り、不正な登録とか使用とかっていうところが、うん、今までのそのザルな本人確認で起きていたので、それをなくしましょうっていうところが、そもそもの話だったと思うので、この厳格な本人確認っていうところが、どうやって担保できるのかっていうことに、もっとこう、注目してあげないといけないはずなんですけれどもね。なんかちょっとね、議論が、こういうのを話題になった時に、マイナンバーカードなんかいらないよみたいな議論になると、またちょっと話が変わってきちゃうし、論点が違うかな、みたいなんで。まあ、それはそれで是非がね、まあ皆さん、いろんなことが言うのは全然自由なのでいいんですけど、まあ、どうやって便利に、より、なんか、それこそアナログの、あれじゃなくてね、例えば健康保険証の廃止問題もそうなんですけど、あれで本人確認がどうやってできてるのかって言われちゃうとね、どう考えてもできてるようには思えないので、何も情報ないじゃないですか。あれ、別に偽造動向の話じゃなくて、あれを他の人が持ってても、どうやってわかるのっていう話だから、まあ、それを考えたときにそこら辺は厳格にやるとか、もう、そういうのは大事だなと思うんですけどね。だからね、そろそろ、マイナンバーカードをで、その本人確認とかいろんなものが厳格化されることは、個人的にはいいことだと思っていて、なので、なんかこのマイナンバーカードに反対する人たちは、本人確認とか不正防止されたら都合が悪い人たちなのかなって、だんだんそういう目に世の中的になってきてしまうんじゃないかなって思っていまして。そうそうそう。ねえ、それはちょっと一方でもちろんね、そう、マイナンバーで便利な思いしたことがないっていう人もいるので、そこはデジタル庁と自治体とか、いろんなサービス面で、こう、どんどんやった方がいいと思うんですけれども、っていうのは、例えば、この前回パスポート更新した時に、僕はなんだろう、提出の申請自体は、実はもう、マイナンバーカードとスマホだけで済んだんですよ。東京都めっちゃ並ぶじゃないですか、新宿とかどことか、パスポートセンターって、その、申請が並ぶんですよ、受け取りのように。そう、そう。そう、その行列だったり、行く手間を、はい、なんか、かけなくて済むっていうだけでもマイナンバーカードありがたいみたいな話に個人的にはなるし、まあ、コンビニでね、いろんな、戸籍とか住民票とかが取れるとかっていうのはもちろん、便利ですし、ちょこちょこそういう使う場面ってのは出てきていると思うんですよ。あと確定申告とかね、スマホだけでできますよみたいな。いや、ほんとほんと。だから、そう。だから、まあ、なんて言うんでしょう。そういう部分で、できるだけ多くの人が日常的にマイナカード便利ねっていうふうに、なんか思ってもらう体験はデジタル庁は作んないといけないんだと思うんですよ。そこはそこで。なんか前にね、それこそキャッシュバックでポイントがもらえるっていう施策でまずは作らせようみたいなのあったんですけど、じゃあ次のあれとして、なんでこれ持ってるのみたいなところをやった時に、実はこういうことできるんですよみたいなのは、やっぱ体験してもらわないとわからないのは本当にありますよね。そこら辺は。今、ちょっとコメントでですね、サムーローさんかな、とある番組のコメンテーターは、マイナンバーカードの暗号がだって完璧じゃないでしょって話のレベルで批判している。じゃああなたのクレジットカードは使わないのって思うっていうのは、でも完璧なね、暗号化なんてものはなかなかあるわけはないんですけど、まあじゃあどこまでそのリスクをあれするかみたいな話なので、そこだとちょっと議論にならないというか、100% を求めちゃうとこういうのにはもうちょっと話にならなくなっちゃうんでね、そうじゃないところを考えなきゃいけないなという。いや、でもね、ちょっともう少しで、そうなんですよ。いや、だから、多分、マイナンバーカードとか、本人確認とか、保険証のね、紙じゃなくて、そういう IC 的なものに
置き換わるっていうところが、嫌な人たちはなんで嫌なんだろうっていうところをちょっとそろそろ考え始めたいなって個人的には思ってます。いや、わかりますよ。なんかデジタルなんてボタン押したら爆発するんでしょって、いや、そんな高度なわけないやんみたいな、そういうレベルでよくわかんないものがわかんないから嫌だっていうのはわかります。それはなんかすごく説明不足っていうところが原因なので、それはわかりますし、やっぱり最初の導入でお金配っちゃってるところっていうのも、なんか、そうですね、普及させたいのはわかるけどそうそうそう、なんでそんなお金配ってまでやんのっていうのは、なんか若干おかしな話に、受け取られるっていうのもわかります。なんですけど、いよいよだんだん、ね、マイナンバーカードをそのものが、こう、なんか手放しに悪いっていうのも無理が、出てきてるのかなみたいな感じはするんですけど、もうちょっとね、なんかもう少し次の議論に行ける日が来たらいいのになというふうなこと、じゃあどうやって使うとか、こうやったらもっと便利じゃないみたいな話になっていくのがいいのになというふうなのは、ちょっとまだちょっと入り口すぎて、まだいやいや作る作らないの話じゃなくてさ、みたいな、そういうのは、まあそろそろそういうところからは次の段階に行った方が面白いなというふうな、今二号さんね、なんとなく怖いというだけで、これから先の考えの層が多いだけかなと、そういう層への説得が難しいんだなと思うんですよ。まあでもそれをやるのが多分デジタル庁の仕事だったり、まあ政府行政とかの仕事なんだろうなというような気もしますね。そこら辺もやらなきゃいけない。やっぱそういうのを取り残してはいけないというかですね。そういう人たちに、じゃあいいよ使わなくて、じゃなくてですね。もうちゃんとそういう人たちをやるのは国の仕事なのかなというふうな気はしますよね。そうですね。はい。まあ、そういう意味ではですね、はい、だから、まあ、なんていうか、マイナンバーカードをどんどん使う施策ですね。説明も説明で必要なんですけど、あ、これいいじゃんっていうのがどんどん出てきてくれれば、もうちょっと、なんていうんだろう、こう自然に、マイナンバーカードを使うようになるっていうのが、まあ、進むのかなとは思うんですけど。うん、はい、うん。そっちに行きたいですね。早くね。そういう話で盛り上がるようなことがいいかなというふうなことは思います。うん、ですね、はい。はい。はい。という感じですね、はい。はい。じゃあ次行きましょう。続いてでございますけれどもね、これもね。うん、はい。Google がですね、サードパーティーのクッキー廃止の方針を撤回。撤回撤回。クッキーやめられません。廃止する方針を、そう。廃止する方針を撤回しちゃったんで、結構なかなかこれはね、業界騒然な話なんですよね、これはね。まあ、一方では、ああ、まあそうだよな、みたいな感じもするんですけれども、まあね、うん、これね、実はその週にアップルが、サファリの有、なんかセキュリティの有能さみたいなののプロモーションを世界的に始めたばっかりなんですよ。うん、確かにね。これね、露骨も露骨で、いや、可能性高いですよね。ねえ。か、ねえ、もう結局仕組み的に無理っしょっていうふうに、なんか、高をくくった部分もあったんじゃないかと思うんですけど、これ、ね、7月23日に Google はですね、Chrome のブラウザーなんかで、うん、新しいプライバシーコントロールの機能を追加するんですけれども、ここでサードパーティークッキーっていうのを廃止するっていう方針を転換するっていうふうに決めたんですね。で、このクッキーは、その、例えば、リンタロ .com みたいなページがあったら、リンタロ .com はクッキーを渡して、で、そのユーザーが、次見に来た時にの体験とか、そういったものを記録したりとかできるようにするんですけれども、これ、違うサーバのクッキーを、食わせて、広告の管理とか、同じ広告出さないようにするとか、そういったユーザーのトラッキングに使うっていう仕組みが実は裏で動いているんですね。で、このサードパーティークッキー、まあだから例えばアドネットワークからのクッキーが、リンタロ .com からも出されてしまうとか、そういうことが普通に起きていたんですけれども、これ、やめますって最初は言ってたんです。言ってたんですが、やっぱりやめられませんということで、
になったっていうのがこのニュースなんですね。で、もともとオンラインでの行動追跡っていうところが良くない。これ言い始めたのはアップルなんですけれども、うんうん、アップルが、やっぱりオンラインでユーザーの追跡するのはプライバシー懸念上良くないんじゃないか。プライバシーは人々の権利だみたいなことをシリコンバレーで声高に言ってしまったので、他の企業も、いや、アップルさん、まあね、アップルパイセンが言うならまあそうか、みたいな感じになって、じゃあ Google もやめますかっていうふうになったんですが、ちょっと、すいません、顧客というか広告業界的にやめられない。やめられない。やめられなかったすまんみたいな状態になってしまったわけですよ。はい、まあもちろんそのアップルの動きから明らかにプライバシーっていうのは重要だっていうふうになって、Google は追随せざるを得なくなったっていうのが多分そうだと思うんですよ、ね。そうそうそうなんです、ね。で、それで頑張ってやって、プライバシーサンドボックスっていうものを作ってですね、新しい仕組みを導入しようと思ったんですけど、うんうん、まあそれがまあ開発も大変だし、うん、あと事業者側とかいろんな人に、作業をこれもやってください、あれもやってくださいってやらないとできないんで、まあ、予定していた期日は全然守れてなかったんですよね。うん、で、その中で、Google はやっぱり広告収入っていうのは非常に大きな柱の一つになってるので、うん、まあ、ここが大ダメージを食ってしまうということで、まあ、これは、あれですよ、多分 Google にとっても相当断腸の思いというかですね、非常に悔しい思いだったと思うんですけどね。うん、いや、うん、これね、でもね、僕もいろいろこう取材をこの件も含めてしているんですけれども、やっぱりね、広告業界と対話をしてしまうと、このプライバシーの問題に対しては、なかなか踏み込みきれなくなっちゃうっていう事情もやっぱあるんですよ。っていうのは、やっぱり、Google はもうアドネットワーク自身もやっているし、その、なんでしょう、Google 検索自体が、広告収入によって、まかなわれているビジネスになってるんですよね。で、これ、例えば Google のブラウザがサードパーティークッキー NG にしてしまうと、いや、お前だけ儲けといてどういうことみたいな話にやっぱりなってしまうんですよね。なっちゃいますよね。そうそうそう。し、その結局、アドセンスとかみたいな形で、Google も自分の、なんでしょう。ドメイン以外のところに広告出していて、で、その広告のエクスペリエンスを向上するためには、やっぱり、その、ユーザーがどんな、ね、行動してるかっていうのを追いかけないと、全然関係ない広告を出し続けていって、ユーザー体験が下げてしまう。だから、Google としてはユーザー体験、広告もユーザーのウェブ体験の一つに含まれてるぞっていうスタンスを崩せないんですよね、やっぱり。うん。うん。で、そうすると、サードパーティークッキーみたいなものも、やっぱり廃止できないし、広告を否定するってことは自己否定みたいにやっぱなっちゃうので。そうですね。そうそう。そう。で、一方、アップルは、すいません、ウェブ広告業界とは対話一切してないっす、みたいな状態で。してないっすよね。何にもしてないっすよ。プライバシー原理主義で行くと。まだ、クロームがあるから、そう、サファリは突っ張られるみたいな側面も当然あると思うんですけれども、でもそういうふうにして、こう、まあ、アップルは逆に広告業界への配慮とか、そういったものがないがために、割とズンと、理想通りのプライバシー強化をしていけるっていう、なんかそういう部分が、やっぱり出てるのかなというふうに思いますね。まあ、あれですよね。だから、僕もほら、それこそブログやったり、ガジェタッチのウェブもありますけど、うん、で、あれで、いわゆるさ、クッキーが、サードパーティークッキーがない状態だと、その人に対して有用な広告を出すことができない、うん。そうそうそう、そうなんですよ。そうなると、そいつの人は、広告見てクリックしてくれたら、例えばお金が入ってくるとかってあるんですけど、まあ、全く関係のない広告出ても誰もクリックしないじゃないですかっていうような、まず一つ問題です。で、これ Google はちょっと変えて、今は見られるだけで、インビューだけで広告単価を出すっていうのに なってきてるんですけど、まあ、それでも結局嫌な体験をされてしまえば広告が嫌われる、てしまうっていうのはさっき太郎さんも言った通りで。そうなんですよ。だからね、スマイルバーゲンリチャードさんのコメント
もあるんですけど、うんうん、不快な広告を見るぐらいならある程度のトラッキングは許容したい気にもなる。これね、うん、僕も実は同意するところなんですよ。二つ立場があって複雑なんですけど、うん、その先ほど言ったように、やっぱりただでいろんなものを見るっていうのは難しいっていうのは、僕も最近ブログをまた運営し直していって中ですごくよくわかるので、うん、で、じゃあ広告見てもらわないと、その広告収入みたいな形だったり、サーバー代が賄えませんみたいなところは、あるので、そうなってきたときに、じゃあ、どうせ見るんだったら関係ある広告見たいですよね。見せた方がいいですよねっていう部分で、ある程度その全く関係ない、ね、日本にいるのにさ、なんかアフリカのビールの広告出されてもしょうがないわけですよね。そう。そうですっていう風になるんだったら、やっぱり日傘の記事だったら日傘の、ね、ね、ここが出た方がいいんじゃないかとかっていうことになりますしね。そういうことだと思うんですよね。ただ実は意外と皆さんだからそうやって、気づいてない人がいるわけですね。もう広告は嫌だからってなってるけど、実はそれでトラッキングされてないと、変な広告が出ると余計に広告嫌いになるでしょみたいなことになると、そう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 、まあそこはどこまで自分たちのプライバシーを渡すから、体験を良くするかみたいなところなわけですよね。うん、で、それを、じゃあ全く嫌だって言うんだったら、例えばアップルのようなサファリとか使って、もう完全にそういうのから切り離して、運営するのもまあまあ、それでも広告は出てきますからね。うん、広告を止めるわけではないので。そう。そう。だからそこら辺はちょっと、まあ、原理主義がいいのかどうかまではちょっとさすがに踏み込めないというか、うん、まあ僕らのそれこそ運営のあれにも支障を来さすぐらいで、そうですよね、なりかねないので、うん、いやでもさ、僕らテレビっ子じゃないですか、テレビっ子、はい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 、でテレビ基本って今はね違いますけど、まあ昔は普通に CM が流れるテレビを見てたわけで、そうすると、うん、CM のクリエイティブって個人的には全然僕大好きで、コマーシャル見るの大好きだったんですよ、うん。だったんですよっていうのは最近全然見てないからなんですけど、テレビの放送自体がなかなか見られないからなんですけど、だからなんか広告が完全に悪っていう考えもちょっと個人的には同意できないというか、そうですね。いや、うんうん、すごいしっかり作られた広告はクリエイティブとしてもね、作品としても面白いと思いますし、うん、全然こう、うん、いやじゃないなというふうに思ってはいるんですけどね。うん、最近だとポカリスエットの CM が、ちょっと。ああ、AR のね。で、そう、うんうん、AR のやつで。で、まあ、あれ、実は iPhone3 台とかで、ね、撮影をしていたみたいな話も出てて話題になって。しかもね、あれってクリエイティブじゃないですか。そう、クエストとね、そうそう。クエストでプレビューしながら指示出しをしてみたいな。そう。すごい面白い風景で撮影してたんだなと思って。うん。でもあれってやっぱり CM だから出てくるアイディアかなっていうような気もするし、まあそういうクリエイティブっていうのは、うんうん、本当は広告にはあるはずなんですけど、まあなんかそれこそね、本当下品なとか低俗なみたいな広告もあるのは、うん、実際だし、うん、例えば画像とかで出てくるやつとかも、まあひどいのも多いし、そう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 。まあ、ああいうのを見たら確かに誰もなんかいいなとは思わないよねっていうのがあるんだけど、ね、その人たちが単価を高く入れるので出てしまうみたいなのがやっぱあるんですよそういうのが。あとだから、ね、そういう意味では広告を広告だっていうクリエイティブにしといてもらうっていうのもすごい大事で、今、うん、実はインプレスウォッチさんを見てるんですけども、うん、記事のね内容で、うん、でまあトップバナーって言ってこのテックビジネスライフエンタメみたいな形でうん、インプレスウォッチっていうタイトルの下にそのカテゴリーのリンクがあって、その下にまず広告が1個入るんですよね、うん、でその右側、左側は記事が来るんですけど、うん、その右側はなんかなんでしょうねこれCPU クーラーみたいなのが3つ連なってる USB が刺さる、多分これデスク扇風機みたいなやつなのかなと思うんですけど、これがマイナス 25% とか、謎の帽子がマイナス 20% とかっていう風に、テムでしたね、これ。やばい、危ない。最近話題の、危なかないんですけど、最近話題のね。テム。
で、テムの広告が右側にバーンと出てて、で、下ですよ。一番下の部分は、楽々明細って書いてあって、まあ、クラウドで請求書を管理発行。これはいいんですけど、右側に緑色のボタンで開くっていうボタンが書いてあるんですよ。で、これ別に、ボタンじゃなくて、そう。うん、これボタンではなくてさ、そういう画像をそこに置いてるだけなんだけど、なんか広告なのになんか操作するボタンと誤認させるようなクリエイティブになってたりとかして、まあ、クリックされやすくなるのはわかるんですけど、いや、お前でも広告だしってすごい思っちゃって。なんかそのユーザーのなんか行動を、なんか逆手にとってクリックさせやすくするとかってクリエイティブではあるんですけど、なんかちょっとこう、消せないというか、そうね、なんか最近ね、Google の広告がそういうの多いんですよね。そう、誤認させてクリックしたら、それは効果あるのみたいな話じゃないですか、そういうの。だから、それこそ、よく、まあ、いろんなところの記事でもあると思うんですけど、2ページ目に飛ぶときの続きを見るみたいなボタンが、広告のところにあると、うんうんうん、どっちが押されて、そう、わかんないみたいなのはあるじゃないですけどね。うん、そう。あと、バッテンがめっちゃ小さいとか。とか、そう。全画面でね、広告出てきて。そう。どこ押してるのわかんないみたいな。で、あと、スマホだと、バッテンがちょっと押しづらいみたいな。押せない。押せないとか。そう。で、それ、あともう一つね、最近話題になってた、まさとしさんもおっしゃるとおり、それくらいならいいですよと。ウイルスに感染しましたっていう広告が大手サイトで出てくる状況問題。これ、読売オンラインですよね。読売新聞のサイトで、ブルースクリーン、流行りのブルースクリーンになって、それで、なんか感染しましたみたいな広告が全画面で出てくるみたいな。そういうのが、出てきたり、あと、ゆうすけさんが言ってるマネーフォワード、これは僕も見、ツイートしたんですけど、なんか、全然関係ない海外のなんか通信サービスに、2か3クリックぐらいで、いきなり80ユーロぐらい課金されてしまうという、40ユーロぐらい課金されてしまうみたいな、そう。そういう、で、それ課金されたこと分かんなかったら、それ毎月40ユーロ引かれていくので、なんかそういったことが、そういう広告が入ってきちゃったりとか、そういう、やっぱり広告側もいかに表示させるか、いかにこうクリックさせるか、勘違いさせるかみたいなところに、非常にこう、だんだん、テクニックが高まってきているので、そっちのハックが流行っちゃってるんですよね。だからやっぱちょっとそれはね、みたいなのは思いますよね、本当ね。で、よく右上にさ、テレビなんかだと、これは CM ですとか書いてある、はいはいはい。個人の感想ですと。そうです。この前ちょっとさ、通販番組、いや、個人の感想ですっていうのは、なんか、すごく、まあ、その人の感想だっていうふうにアピールしたいっていうのはわかるんですけど、なんかね、テロップをすかさず入れるスピードがめっちゃおかしくて、そのおばさんが喋る瞬間瞬間にひたすら個人の感想ですよ。ガッガッて入れてくるっていうの、これ絶対遊んでるだろ、これみたいな感じになって、ね。もう、ここまでやらないとやってやるぜみたいな。そうやれる。そう。出しっぱなしじゃないんだよね。そのおばさんが喋る瞬間瞬間に個人の感想ですが右上に出て、なんかちょっとそういうところで笑ってしまったんですけれどもね。いや、そういう意味ではテレビとかの方がよっぽどそういう、まあ放送ですからね、よりたくさんの人が見るっていう前提で、うんうん、配慮がありますよね、そういう意味ではね。うんうん、まあでもちょっとこのなんかウェブとかね、うん、まあ動画もとそうですけど、動画広告もそうですけど、まあちょっとね、そのクッキー、このクッキー廃止から始まった話ではあるんですけど、まあちょっとね、なんかもう少しあれしないと、なんか、前も話しましたけど、誰も幸せにならない結果にしかならないと思うんで。いやいや、その広告主で釣れれば、釣った側は幸せなんですよ。釣った側だけね、釣った側だけ幸せになってるって形になっちゃうから。でも全然、なんか、ユーザビリティは上がんないし、なんかこう、ね、要はね、例えばリンタロショーで出てる広告が、ひどい広告だったって言ったら、なんかリンタロショーまでその影響を受けるとか。そうなんだよね。ガジェたちまで影響を受けるみたいな感じになっちゃうのね。そう。選択権ないですからね。そう、ないですから。
そこら辺をね、なんかもうちょっと。最近さ、YouTube で多いのがさ、なんか、てんてんてん、てんてんてんみたいな音楽で、なんか、スライドショーみたいな画像が何点か出てくるだけみたいな。それ動画広告なのか、ね、みたいな。そうね。まあ、なんか。どうしたクリエイティブはみたいな。クリエイティブはないですよね。もう正直。ない。ああいうところにクリエイティブがなくなってきてるのかな。うん、そうなんですよね。まあまあちょっと、まあちょっと広告、ね。まあ今後どうなっていくかね、これをね、うん。個人的には好きなだけになんか、デジタル時代の広告って、うん、まあ物量必要っていうのもあるんですけれどもね。うん、もっと面白い広告とかコミュニケーションっていうのが出てくるといいなぁなんていうふうに思います。うんね、はい、昔に比べて表現方法とか配信方法がこれだけ増えてるんだから、うん、なんかもっとねそういうところにお金がかかってくると多分もしかしたら変わってくるのかもしれないですけどね、うん、クリエイティブな場になるみたいな感じになればね、はい、っていうのはちょっと思いましたね。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょう。はい、次はですね本当にこれ 2,3 日ずっと笑ってるんですけれどもプレイステーションにありましたグランツーリスモ、うん、こちらの GT、うん、グランツーリスモ7ですね。こちらがアップデートされたんですけれども、それでどんなことになったかっていうとですね、もうとにかく車がビヨンビヨン跳ねたり、いきなり、なんか空にまっすぐに打ち上がったりとかですね。ロケット、とんでもないロケットのように打ち上がったりとかっていう動画が、X に溢れておりましてですね。なんかそういう不具合が発生をしていまして、今 GT7 って、ハッシュタグとかで調べるとですね、とてつもなく。めちゃめちゃいっぱいあるんですよね。面白い動画がいっぱい上がってますよ。そうなんですよ。グランツーリスモって多分プレイステーションの初代からありますよね。で、もうとにかくあれは、なんて言うんでしょうかね。物理演算ソフトみたいな感じになってるんですよ、グランツーリスモって。車の挙動をこうガソリン一滴の爆発レベルで再現しながら、空気抵抗、タイヤの抵抗、そうなんですよ、そういったものが全部計算されていってっていう風に、もう本当にこう演算お化けみたいなプレイステーションの性能をこうがこんなにすごいんだっていうことをですね、なんかアピールするかのような、そんなドライビングシミュレーターのソフトウェアなんですけれども、これね、本当に皆さんちょっと調べて見てみていただきたい。いやー、なんか、ぴょんぴょん跳ねてたと思ったらいきなり、そう、速度が1600キロぐらいに上がって、こう、煙を吹きながらですね、上空に打ち上がっていくみたいな映像とかを、電車の中で見てしまったので、これだけの吹き出しましたね、電車の中。そう。なんか、こんなことが起きて、いやー、まあ、バージョン 1.49 っていう、このバージョンでなんか起きて、ね、あるんですけど、なんか、すごい、僕 X をまたね、ちょっといろいろ見たときにですね、グランツーリスモファンの人の中でも、いや、すごいよくできてるのに、このバグがあることによって、なんか、なんかちょっと変な盛り上がり方をしてるのを心配してる人もいるわけですよ。いや、このすごいセンシティブなあれってすごいよくできてるんだけど、このバグによってですね、なんか、えらいことになってるっていうのはね。そうなんですよね。いやちょっと今、URL 一個、シェアしましょうかね。そういう意味ではね。これちょっと今、はい、メッセの方に投げたので、でね、よく、なんていうんですかね、フォルクスワーゲンのあの、可愛いレトロな、バンあるじゃないですか。はいはい。いわゆるサンババンとか、タイプ2とかって言われてたような形の。あれが割と、よく飛ぶと。いうセッティングがありましてですね。で、これなんでこんなことになったんだろうっていうところがあるんですけれども、今回ちょっと物理エンジンのアップデートが入ったそうなんですよ。このね、で、そこでタイヤとか、まあ、そういったところの演算が変わってしまったがために、その、なんでしょうね。
ちょっとそのサスペンションを思いっきり硬くしたりとか、変なところにバランスとって、あの重さを荷重をかけたりとかすると、ああいう挙動が発生してしまうということだそうなんですけれどもね。いやー、だからちょっとしたあれなんでしょうね、本当にちょっとしたことがこういうことになってまあなんか今サムオさんが GT7 のバグ、モードとして残してほしいというのが、まあ、確かに。ですよね。ネタとして最高に面白いことで、いや、すごい硬派なグランツーリスモのやりからすると、なかなかすごい面白いことになってしまう。まあね、あの、開発者のことを思ったら、面白いなんてとてもじゃないけど言えない。多分、そうなんだ。でした。これ。みたいになってる。あのさ、タチが悪いのがさ、やっぱりグランツーリスモ本当にグラフィックスが綺麗で、綺麗、実写の車が走ってるんじゃないかっていうぐらいプレビューもかっこいいんですよね、その CG なのに。で、そのかっこよさで車が吹っ飛んでくるので、より面白くなってしまうんですよね、これね。いやー、すごい。ありえない動きをしてるんですけど。ありえない。本当に。まあ、多分間もなくね、修正がされると思うんですけど、今配信中なのかどうだかわからないですけど、出ると思うんですけど。まあでもね、どんなね、あの、そういうすごいエンジニアの人とかいても、やっぱこういうことは起こり得るというかね。うん、まあまあまあ、そこを皆さんちょっと、ね、これ許容する感じがいいですよね、もし、ね、はい、みんなで。プレステ、そうなんですよ。プレステ1の、あの、グランツーリスモ、あの、の初代ですね。うん、これも実は、あの、ちょっとの期間壁に擦りつける、カーブのところで壁に擦りつけて、あの、走行すると、あの、いきなり600キロとか速度が出て吹っ飛ぶっていうのはあったんですよ、もともと。なんかちょっとそれを思い出しちゃいましたけれども。はい。いや、でも、そういう挙動を。ゲームってすごいなって思いましたよ。これはそういうなんか、いや、やっぱりそれはこれでなんか、うん、やっぱりしっかりプログラミングされてるからこそなんか、ちょっと間違えただけで、うん、とんでもない演算が走ってしまうっていうようなことだと思うので。いやー、すごい、いや、もう本当。ちょっとひとしきり楽しかったです。はい。はい、という感じでございました。はい。次行きましょう。はい、はい、続いて、ですけど、ニコニコ動画がついにですね、8月5日に再開と。いうことで、新バージョンになります。もうね、2ヶ月かかってますね。もう2ヶ月。6月8日に。そうですね。うん。うんうん、そうなんですよ。6月8日に発覚した片側グループデータセンター内のサーバーへのサイバー攻撃の影響で、ニコニコ動画をはじめとしたサービス全般利用できない状態が続いていたんですけれども、これあの8月5日にニコニコ動画をはじめとした複数サービス、これね、生放送大百科、静画、コモンズ、立体 Q、クリエイター支援、奨励プログラム、この辺がですね、ニコニコ動画とともに、まあ、再開するということで、まあ、動画の投稿や視聴コメントっていうのは可能になるということでございます。うん、やっと、まあ、これ、帰ってくると。これあれですよね。多分、一から作ってるっていう話が出てたと思うんですけど、それが一応完成したのかな、うん、一からね、セットアップやり直しみたいな話だったんですけど、うんうんうん、多分。ね、そうでしたね。なのか、まあ、2ヶ月ぐらいで、サービスできる、ところまで持ってこれたというようなことなんでしょうから、うん、多分中の人たちは非常に大変なことだったと思うんですけど、まあそこまでこぎつけたっていうような感じなんでしょうかね、多分ね、中の人がね、そうですね。ここまで来たみたいなことではあるね、うん。まあでもそういう意味では、本当に、あのエンジニアの方々とかもすごい大変な苦労があったと思いますし、ユーザーもね、あるいはそこで、なんていうか、こう、活躍していたクリエイターの人たちとかも、含めて、うん、まあ、元通りにきちんとなるかどうかっていうところが、まあ、これ、次の話題になってくるのかなというふうに思うんですけれどもね。うん。うん。うん、いや、でもなんか、まあ、実際、この問題自体、その、サイバー攻撃を受けて、その後、その個人情報とかどうなったか、みたいなのってのは、実はあまりまだ大きな情報が出てきてないので、今後そっちはまだ別として、ニコニコ動画としてのサービスが復活しないとですね、まあ、岩太郎さんみたいな、そこで活躍してる、クリエイターの方もそうですし、まあ、ニコニコの運営している会社としてもですね、
ですね、これからどうやって、生活していくんだみたいな話がありますから、うん、まあ、ここはまず一つ大事なところなのかなと思うんですけど、うん、まあ、あとはこれからが多分責任問題も含めて大きく取り上げられるのかなというか、そういうところもちょっともう一個乗り越えなきゃいけないところなのかなという感じがしますね、うん、はい、そうですね、はい、そうですね、じゃあ次行きましょうか、またね、はい、続いてです、はい、うん、U-NEXT でございますね、サッカープレミアリーグと7年間のパートナーシップ基本契約を締結という、向こう7年間はプレミアリーグ見られますせということなんですね、うん、日本国内の全試合独占配信の他にザ・ディ・エミネーツ、ね、FA カップも独占配信ということです。で、なんか今後ね、ホテルや商業施設なんかにも U-NEXT が入っていって、こういうの見られるようになりますよ、ということで、展開がどんどん。うん、はい、で、これ、あれですよね、サッカーパックっていうのが、月額2600円で、8月9日から、はい、提供が開始されて、うん、これ、スペインの一部リーグのラリーガの全試合もライブ配信含まれるということなんですね。うん、まあ、これなんですけど、もともと、プレミアリーグって、去年から、スポーティービーナウっていう韓国資本の会社がですね、実は日本の放映権も獲得してて、その時もね、数年にわたる契約をしていたんですね。で、まあ、はい。で、うん、その時に U-NEXT は、Spotify Now を、プレミアリーグの配信をしたいからということで、Spotify Now も見れますよ、みたいな、パックを作ってたんですね。うんうん、で、まあ一応そういう意味では U-NEXT の中で Spotify Now を見ることでプレミアリーグを見れていたっていうのが昨シーズンまでの状況だったんで、今年もそれが続くと思ってたんですね。で、Spotify Now が持ってるわけですから、うん、したらですね、はいはいはい、突然ですね、うん、いきなりですね、当社は権利者との契約に基づき、日本国内における2024-25シーズンのプレミアリーグ配信権を保有をしておりますが、今般、当事者間の協議により契約を終了することになりましたっていうのが、いきなりリリースが出てですね、おいおいおい、これ、プレミアリーグ誰が見れんねんっていう話、どこで見れんだよっていう、一瞬すごい、うん、サッカーファンの中では非常に大きな話題になって、この数時間後に、U-NEXT が獲得したっていう情報が出たんですね。で、なんかみんななんか天国から地獄にみたいな、なんか地獄から天国にみたいな状態だったんですけど、うん、まあ、これ多分、まあ、U-NEXT が取りに行ったのかなという、感じがします。プレミアリーグの放映権結構されちゃったんじゃないですか、でも。そう。スポティービーが日本の放映権。まあ、スポティービー、そうね。それもね、ちょっとある、もしかしたら、契約者数とか、視聴者数の、なんか、条項があるっていうことも考えられるんですね。だから、あんまり見てなかったら価値がね、みたいな話がありますからね。U-NEXT 経由での視聴が大きくなってて、いや、お前本体よりでかいやんけ、みたいな話になって、プレミアリーグ側から剥がされちゃったみたいな、そういう感じなのかも。ねえ、いろんな多分これはちょっとあって、うん、まあ U-NEXT としては7年間なので、かなり多額の契約金を払っていると思いますし、うん、1年間あたりのあれもかなり高いとは思うんですけど、うん、で、これちょっとポイントなのがですね、独占配信って書いてあるんで、他のところでは配信されないんですね。うん、なんか、よく、なるほど。アベマとかで一部のプレミアリーグの放送をするっていうのは、スポティービーナウがやってる時はあったんですけど、全試合独占配信なんで、基本はそういうことがなく、U-NEXT じゃないとプレミアリーグが見れないっていうことになると思うので、まあ、そういう契約を取るってことも、そう、うん。それも結構ね、大変なお金を払ってるんじゃないかなというような、気はします、なんか。なるほどね。なんか、いや、あのね、スポーツの放映権ビジネスはすごいんで、で、うんうんうん、U-NEXT って今日本初の、もともと有線っていう ね、有線の会社から出てる。なので、ホテルとか商業施設への提供拡大っていう話が出てるのは、まあ、そこも多分あると思うんですよ。グループ会社の中にそういうネットワークがあるので、うん、そういうところに入れることによって、まあ、契約数含めて、まあ、確保できるっていうのも多分あると思うんですけど、うん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 、まあ、でも、すごい勢いだなって思いますね。U-NEXT の力がすごいな、こういうのを撮るのがすごいな、うん、ね、いろんなドラマとかアニメのコンテンツ、映画のコンテンツなんかもすごく充実していますし、なんか比較的その
あの、ネットフリックスにあるけど、プライムにはないとか、プライムにはあるけど、ネフリにはないとかっていうものが、ユーネクストには両方あるみたいなのもあったりとか、結構学生もユーネクスト契約してる人多いですよ。あの、今の大学生なんか、うちの大学生なんかも。本当にラインナップ見ると、いや、これ、契約する価値全然あるよ、みたいな。うんうん、なんか、やっぱりみんななんかネットフリーとかフールーもそうですけど、まあ日本はあれですよね。ね、あの、アマゾンプライムとかすごい有名ですけど、ユーネクスト相当サービスいいと思いますよ、これ。ね、普通に考えても。そうですね。そう。うん。で、まあもちろんこれサッカーの場合はサッカーパックっていうのは新しいのに、プラス入んなきゃいけないんですけど、あの、ユーネクストって1200ポイント毎月もらえるんですよ。加入していると。うん、なので、それに当てることもできるんですね。その2600円に当てることができるので。実質ね、4000円、あの、要は総額4000円弱ぐらいで、サッカーも含めて見れるんです。うんうんうん。ので、いけるんじゃないかと。はい。なので、あの、思ったより高くないというかですね、その、Unext のコンテンツも見られて、さらにサッカー、リーガ、ザ・リーガーっていうね、スペインの一部チーム、久保くんとかがいるとこですけど、で、それもプレミアリーグなので、うん、なんかすごい、なんか、いいサービスになってきてるなと思って、うん、あの僕ダゾーンをねよく見てると言いますけども、あ、サッカー、はいはいはい、あのダゾーンの場合はスポーツ専門チャンネルっていうかスポーツ全般を扱ってるんですけど、うん、ユーネクストの場合はそのスポーツもそうだしバラエティもそうだしドラマも映画もっていう風なことを考えると、うん、非常にユーネクストはなんか今日本の中の企業としては非常に強い、いいサービスだなというふうなことは思いますよね。うん、そう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 、こういうようなことな、なのでちょっとね、あの、これをちょっとピックアップしたいなというふうに思いました。はい。ありがとうございます。はい。もう一個サッカーの話題ですね。はい、こちら、うん、レッドブル、ついにですね、うん、J リーグ参入ということで、J3 大宮アルディージャを買収しました。これ日経のスクープだったんですけれども、うん、そうですね。もともとね、NTT 東日本が、うん、大宮アルディージャを、持ってたんですけれども、これをレッドブルが買収するということになりまして、うん、外資企業が単独で J リーグのクラブのオーナーになるっていうのは初めてのことでございます。うん、でも、もともとレッドブルって、オーストリアとか、ね、ドイツとか、うん、チーム持ってるんですね、うん、5チームほど。そうですね。なので、はい、そこのラインナップ、ポートフォリオに、いい大宮が加わると。加わるという、これね、ちょっとすごいニュースなんですよ、実は。うん、あの、J リーグって、外資の、参入を許可したのが、確か2020年だったと思うんですけど、ただ、今のところ、日本ではそれが実現していない、外資の、あれが。今回、レッドブルが、うんうんうん、はい。で、レッドブルはさっきもね、太郎さんに紹介してもらったオーストリアにザルツブルグっていうチームがあるんですけど、うん、そこを買収して強化して、すごい強いチームになったんですね。で、ドイツにもライプチヒっていうところがあるんですけど、そこを買収して、いきなり旋風を巻き起こすみたいな、まあ、お金をガッと投入してですね、うん、すごく、まあ、お金と、まあ、技術もそうなんですけど、それを投入して一気にやるというので、うん、まあ、結構成功している、うん、ですけど、ちょっと一つ、J3 ですから、ね、レッドブル、はい、うん。J3 なんで、なんでこれ大宮アルディージャを買収したかというとですね、うん、まあ、大宮アルディージャってもともと J1 にもちろんいたチームで、経営母体、さっきも言った NTT 東日本なので、すごく、規模的にはそんな J3 にいるチームではないというかですね。もともとはやっぱりしっかりとしたチームなので J1 にいなきゃいけないチームなんですけど、J3 に落ちてしまったんですね。まあ流れが悪くて落ちてしまった。そうすることによってね、評価額が多分下がってるんだと思います。で、大宮っていう地域性っていうのは、まあ東京からも近いですし、人口も多いということで、相当多分レッドブルからすると魅力的に映ったの。でも安く買えるし、で、まあ日本のね、実は J リーグのクラブって安いんですよ、めちゃくちゃ。まあ、海外に比べたらね。買おうと思ったら、そう、買おうと思ったら、数十億で買えちゃうんですね。で、まあ、売る売らないは別としてですけど、そういうのがあるので、まあ、レッドブルはずっと、実はこれかなり前から噂になってたんですよね。で、買いそうだよ、みたいな、レッドブルが買いそうだよ、みたいな話になって、NTT ももう手放したいみたいで、みたいな話が出てたので、ただ、
実はサッカーってちょっとすごく特殊なものがあってですね、地域性というのと、ものと、まあクラブカラーだったり、クラブの歴史だったりっていうのをずっと大事にするっていうのが、うんうん、まあヨーロッパでもそうです。日本でもそうなんですけど、レッドブルってちょっとそういうところを無視する傾向がありましてですね、うんうん、ザルツブルグとかライプチーもですね、チームカラーをガラッと変えるたりですね、まあレッドブルカラーにしたりするんですよ。で、まあもちろん反発もあったりもするんで、大宮アルディージャもですね、実はオレンジが、基本のカラーで。ね、そうでしたね。うん、はい。で、なんですけど、多分ですけど、レッドブルのことだから、白と赤とかの、カラーに変えるんじゃないかなと、多分思うんですね。うん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 、で、さらには、J リーグって、企業名を入れてはいけないんですけど、よくレッドブルがやるのは RB とかですね。というような名前があって、レッドブルを連想させるような名前を入れたりもするので、チーム名が変わる、ね、そう、クラブ名もちょっと変わってしまうかもしれないということで、なんか、いわゆるそのチームのアイデンティティのところまで結構踏み込んでくる会社なので、結構大きな反発も招くかもなというのがちょっと思ってるんですけ ど、ね、まあでも、大宮アルディージャからするとやっぱ強化に対するお金は多分相当入ってるんですよね。まあ、それを信力とかも高まるし、国際的な認知も高まるから、そういう、そうなんですよ。あ、じゃあ、アルディージャでプレーしようっていう、本当に将来有望な若手の海外の選手とかが出始めたりとか、なんかそういうことがね、もしかしたら起きるかもしれない。そうなんですよね、うん。それと世界のネットワークをね、使ったそういうのがあったりするかもしれない。うん、まあ、僕は皆さんご存知の通りですね、浦和レッズサポーターなので、青梅アルディージャっていうのは、まあ、ちょっと。あ、お隣だ。お隣なので、あんまり、要は、バチバチの関係なんですね。要はね。バチバチの関係というところなんですけど、まあ、これ、だから、相当すごいお金使うだろうなとか思うし、日本でどういうふうにやるのかなっていうのは、すごく興味深いですね。ちょっと楽しみですね。楽しみでもあるし、まあ、これがきっかけで、外資が J リーグのチームを買収するみたいなことも、いくつか出てくるかもなというふうなことは思うので、まあ、それで活性化することはいいことですよね。そう、そう、いいことですね。なんか、でも結構これ全然違う角度からなんですけど、例えばアジア圏とかそれこそね、シンガポールとか、なんかそういった国のサッカーチームなんかも、実はこう、いわゆる富裕層と言われている世界中のお金持ちですね。人たちの投資対象になってたり実はするんですよね。だから、ヨーロッパ、もちろんヨーロッパリーグのクラブオーナーに名を連ねたいみたいな人も当然いらっしゃると思うんですけれども、やっぱりサッカーチーム持ってんだよね。なんか、いいワイン入ったんだよね、レベルで、いうような方々もやっぱりいらっしゃったりして、どのチームだったらいくらぐらいで買えるんだろうみたいなところっていうのは、実はその富裕層の間では話題としてはあるんですよね。うん、いや、そうだと思います。でちょっとやっぱり日本のチームだとゼロが一つ多い、二つ多かったりすると思うんですけれども、もしかしたら馬とかね、高級車に並んでサッカーチームっていうのもね、富裕層の、たしなみになっていく可能性がありますよね。うんうん、で、今ちょっと、こう滝沢さんがオーナーなんだし好きにすればいいよねっていうのは、すごく、わかる話なんですけど、実はちょっとこのサッカーの世界っていうのは非常に特殊で、それをやってしまうとですね、これもうちょっと多分言い方を変えるとですね、サッカーチームっていうのは企業のものではないというかですね、その人のものではないという考え方があるんですね。オーナーであろうがなんです。で、オーナーは経営をしてる、そう、地域のものなんですね。これ公共財みたいなところがあってですね、やっぱり、オーナーはその間にいる人なんですね。要は、その時その時で、経営権を持っている人なだけでですね、ちょっとやっぱり普通の企業とか企業体のあれとはちょっとやっぱり考え方が違うっていうのもちょっともしねあれだったら理解していただけるとというかね難しいですよね。やっぱ普通に考えるとこれって普通に資本主義の世界だともちろんオーナー来たからその好きなようにやれよっていうのはこれ本当にすごく真っ当なことなんですけど、でそこに関わる人とか地域、チームとかサポーターとかっていうのが一つになってるので利害関係が
例えばサポーターとチームって別にお金の、お金の授受というかお金払うだけじゃないですか、サポーターって。どちらかというとですね、チームからもらってるわけじゃないじゃないですか。だから、普通では考えられないんですけど、でもサポーターのものでもあるんですね。で、地域のものでもあるので、これね、だから、結構と、よくね、サッカーチームで失敗するお金持ちの方がいるんですけど、やっぱりね、やっぱファンのこととかを考えずに、バーって買って、はいはい、あ、こうなんでしょとか言って、お金をかければいいんでしょみたいなことをやるとですね、一気に、人が離れるというかですね、チームで反発を食らうみたいなのがあるので、これはね、本当にちょっと特殊ではあるんですよね。スポーツチームってのは、だから、特にそうなんですよ。ね、そういう意味では、今年 J1 に上がった町田なんかは、ちょうどいい具合に、サイバージェントもちろん入ってますけど、なんかちょうどいい具合に、チーム、地域、きちんと、なんか、やってますよね。町田の。藤田さんが、サイバーエージェントがそれで町田に、ゼルビアに、いわゆる買収をして入って、最初実は一回、それこそやり方を失敗したことがあって、藤田さんが東京に移転したいって言って、やってましたね、そういえばね。はい。で、そしたらもう本当に大反発を食らってしまって、撤回するっていうことになるっていうのが、あと、これは、藤田さんの側の企業論理というか普通の考えからするとすごく理解できる。やっぱりマーケットの多い東京でやりたいっていうのはすごいわかるんですけど、町田ゼルビアは町田のものだっていうのがもうあるので、やっぱりそこら辺はやっぱ本当に難しいし、それをいきなり理解しろっていうのも、まあ僕らはサッカーを知ってるからすごいわかるんですけど、なかなかそれって理解されないよね、みたいな。まあね、そうですよね。うん、で、今ね、正俊さんが言ってる通りですね、一方でがんじがらめにして赤字にすると解散しなきゃいけないぐらいじゃないですか。ね、お金なくなったら当然そういうのがあるんで、地域のものともあってね。そこって本当に難しい、なかなかサッカー系というか、ね、なるほど。そう、でも、オーミアルディージャのサポーターからすると、レッドブルが来てくれてチームが強くなることを歓迎する人も多分相当いっぱいいるとは思うんですね。やっぱりお金をかけると、実は強くなるっていうのが、サッカーの世界では分かりやすい図式としてあるので、費用対効果でやっぱりね、統計的に考えるとお金をつぎ込んだ方がいいんですよ。絶対に。その方が勝てる確率が上がるんですよ。評価をね。そうですね。そう、評価。絶対に上がるんですよ。練習をして。そう。で、強い、いい選手を取ってきた方が勝つ確率は上がるんですよ。で、うまくいかないシーズンがあったとしても、それの方が正しい方向なので、お金があるには越したことがないんですけど、まあ、サッカーは、いろんな見方があるので、その地域によっては、別に優勝することが目的でないチームもあったりもするので、まあそこら辺はいろいろ難しいところではあるけど、まあちょっとこれは、まあ今日日経がスクープとして出して、その後も他の、ところも追随して報道が出てるので、ほぼ確実だと思うので、まあこれはちょっとなんか面白いことになりそうだなと思って、もともとね、ちょっと新しい風が吹いて、そう。まあ、日本のサッカーとかもためにも、なんかちょっと面白いことになったらいいなとは、普通に思いましたね。うん、はい。そうですね。はい。はい。じゃあ、次行きましょうか。はい。はい。続いてはですね、こちら。Windows 11のブルースクリーン事件。これ、本当の原因は何だったの、はい、っていうところなんですけれどもね、今後テクノロジー系の企業っていうのは EU 版もしくは EU 域外版みたいなものを、持っていく可能性っていうのはあるかもね、というお話。何を言ってるのかということなんですけど、これね、マイクロソフトもがですね、まあもちろん、これ今回やったのはクラウドストライク。なんですけれども、のアップデートが、刺さった時に、マシンがおかしくなっちゃったよという、ブルースクリーンになっちゃったよという話なんですけれども、いや、でもそもそも、カーネルをね、いじれる、アップデートをサードパーティーに配信させちゃいかんだろうというふうに思われてたんですが、しかしですね、これについてマイクロソフトは合法的にこの事件を次こういうことがあった時に防ぐっていう合法的な手段はないというふうに、だからもしまた、まあ他のベンダーさんとかが、セキュリティアップデートで、この同じことが起きたら、また同じこと起きるぞと
というふうに言ってます。これじゃあどういうことっていう話になるんですけれども、これね、2009年に、EU とですね、合意をしているんですけど、どんな合意かっていうと、このセキュリティアップデートの権限っていうのを、マイクロソフト、OS を開発しているマイクロソフトだけではなくて、サードパーティーにも平等に渡すっていう合意をしてしまっていたんです。なので、合法的に防ぐ方法はないって言ったのは、この合意が、あるので、これ、やっぱり、こういうことがあったんで、マイクロソフトだけが、この権限を有するように変更しますって言ったら、またどっさりお金取られちゃうと。厳しいですね。厳しい。非常に厳しいですね。いやー、解決策は見えてるんだけどできないっていうね、もう何ともいたたまれない気持ちになってしまうんですけど、一方で、なんでそんな約束させられたんだろうっていう、ことですよね。いや、問題はだから、まあこれ、だからマイクロソフトは EU に責任はあるよね、みたいな話をしてるっていうね、話もありましたけど。まあ、俺たち悪くねえもんとまでは言わないけども、そう。けど、まあこういう合意をさせ、まあした、もしくはさせられた、みたいな、多分、まあマイクロソフト側からの見立てはどっちなのかみたいな話だと思うんですけど、まあそうやって、まあ EU 問題っていうのはほら、我々もよく Apple の話でもそうですし、いろんなところで話をしてるんですけど、まあ非常に、なんかな、すぐイチャモンをつけてくる。まあ困ったさ。とりあえず、あるんですよね。本当に言い方悪いんですけれども、アメリカ企業が、に好き勝手させるのが気に食わないっていう根性だと。うん、まあ日本企業にも当てはまると思うんですけど。はい。そうですね。EU 以外の国でなんかあれすると、まあなんか気に入らないんで、なんかまあちょっと、いわゆる重箱の隅をつつくようなことを言ってでもですね、まあ規制をかけたりして、まあなんとか、要は EU 内の、ところを保護しようみたいないう形でやるんですけど、まあその、まあ追徴金とかもちょっと、とんでもない額の追徴金を出したりとかですね、するので。4桁億ドルとかやられちゃうんですよね。まあアップルもやられましたしね。まあ、グーグルとかも結構そういうのでやられたりしてるので。で、まあ、マイクロソフトとしてもちょっと牽制の意味も込めて、まあまあ、そういうような話もしてるんですけど、これ進んでいくと、まあ、いよいよ、まあ、アップルインテリジェンスの時の話で、しばらく EU 版にはその、アップルインテリジェンスの機能乗らないよみたいな話をアップルが言ってるっていう話を、EU 域内版と EU 外版、まあ、いわゆる北米もそうですし、日本もそうですけど、なんかもう、だんだん、そういうアメリカ系の企業とかは、そういうバージョンを出していくようなことは、全然考えられるんじゃないのっていうようなことを。いや、そうなんですよ、本当に。だから、アップルは、アップストアに関しては、EU の中だけの規約と、EU 以外の、これまで通りの規約っていうふうに分けてますよね。で、EU の中でその新しい規約を選択してしまうと、コア技術手数料というものを取られてしまって、無料アプリなんだけれども、とりあえず100万本以上のダウンロードからは 0.05 ユーロですね。が徴収されていくというモデルを選択しないといけない。代わりに、サードパーティーのアップストアとか、そういったものが、設定できるようになるっていうような形で、EU ルールに合わせた規約に、が適用され始めましたね、今年の5月から。でも、それ以外の国と地域ではそういうルールではないっていう状態を維持していて、これ、まあ、日本では、やっぱりサイドローディング含めた、アップストアの、オープン化に関する法律が決まってしまうので、もしかしたら EU を追随している、変な法律を作っちゃった日本も同じ目に遭う可能性っていうのはあるんですけれども、ただ、本当にこう、アメリカ企業もね、そろそろやられっぱなしのままじゃ困るぞっていうことで、そう、なので、じゃあ、まあ、EU の方々はしょうがないけど、またブルースクリーン問題起きるよね、と。でも、それ以外の国々の人たちは、そんな変なルールないので、対策したバージョンをダウンロードしていただきますよ。カッコ、ざまあみろ、カッコ閉じ、みたいなことが、アメリカ側もやんないと、なんかもういい加減にしろよっていうふうに、だんだん、言わないとねっていうところがあって、で、EU の顧客から声が上がるのをもう待つしかない状態になってるんですよね。
俺たち損してんじゃねえかって、EU の中の人たちが言い始めないことには、あの態度変わらないと思うんですよね。なんかね、ちょっとやっぱり、なんかすごく繊細にそういうことを動くじゃないですか。なんかあった時にすぐになんか、まあ、それこそ EU 内の企業からちょっと申し立てがあると、すぐにそれに対して動きを出して、すぐ、じゃあ、なんかすぐ報告書を出さないと今度は通帳金取るぞ、みたいなことをなんか言ったりとかするような状態なんで、まあさすがにこれはアメリカとか、まあまあ日本もそうですけど、少し、ちょっと牽制しておかないとやっぱりやりたい放題になってしまうというか、まあそこで健全じゃないことが生まれそうなので、まあそこはちょっとね、もう少しなんか EU は柔軟になってほしいなと思って、あらゆる分野でそういうことがやっぱ起きてて、まあこれね、電気自動車の話もまあちょっと触れたことあったかもしれないんですけど、トヨタのハイブリッドにどうやっても勝てない。ディーゼルで勝とうとしたら、あいつ、フォルクスワーゲンは不正な検査結果をしてしまって潰れちゃったじゃないかみたいな。なんかそのね、ディーゼルでハイブリッドをやっつける計画が台無しになっちゃなったじゃないかと。もうあいつらに、ガソリンエンジンじゃ勝てないから、来年期間だと勝てないから、もう電気自動車、トヨタどうもやってないらしいから電気自動車やろうぜって EV 化を進めていったら、安い中国車にバンバン入ってこられちゃって、待って、戻します。すいません。ガソリン大丈夫です。みたいな。ちょっとつい最近あったことですね。もうだから、なんか、まあちょっと、なんか小手先の感じでちょっとやってる感があって、あんまり対極的に何かを考えているというイメージがあまりないというかですね。まあ、ちょっと EU ってまあ、もともとそういう傾向があった、じゃあったんですけどね。できた時からなんですけど、そもそもできた時から、少しそういう傾向があって、まあ、というのはですね、あんなにいろんな国をまとめるってなった時に、そんなね、まあ、しっかりとしたことができるとはちょっと思えないというかですね。まあ、イギリスがブレグジット、ね、あと、そうね、ブレグジットもあったと思うんですけど、結局、なんか、アメリカとか中国とか、まあ、日本も含めてですけれども、っていう一国ずつできちんと、そのパワーがある国々と、どうヨーロッパの小国、国の規模で、対抗していくかっていうところはやっぱりあったと思うのと、まあ、それ以外にはやっぱりその第二次大戦からどうやってそういう状態が起きないようにするかっていうところもあったと思うんですけれども、まあそういう意味ではなんか地域としてまとまって共通の通貨も持ってっていうところはなんかすごくまあなんか意欲的なというかですね、取り組みなんじゃないかなというふうに思う一方で、その例えば Spotify と Apple Music の話なんかでも今ね、Apple Music がOS のパワーを利用して、マーケティングを有利に進めているみたいな話をしていて、Spotify の課金システム、Spotify が App Store の課金システムが使えないっていう不利益になってるじゃないか。手数料取るなんてけしからん、みたいな話をしてるんですけど、これもですね、Apple にコテンパンに反論されていて、いやいや、お前らもう勝手に外部で、課金システムを構築してて、アップルに一銭も落ちないんだよね、と。で、まあ、先進国だとだいたい 40-50% のシェアっていうのが iPhone では確保されてるんですけど、この 40-50% の人たちが、Spotify を使えてるのって誰のおかげなんだか言ってみろよ、みたいな話になっていてですね。アップルが。めちゃめちゃ綺麗な言葉ですげえこと言ってましたよね。めっちゃ切れてるんですよ。ね、そうめっちゃ切れてたんですよ。なんか、アップルが音楽再生機能が可能になるアプリ開発をできるようにしなかったらお前らのビジネスそもそもねえからな。っていう、喧嘩越しの、をアピールをしていて、ただ売りしてんのお前らじゃねえか、みたいなことになってるわけですよね。まあ、確かになーって思いましたよね。まあ、いや、もう。完全に。はい、そうですとしか。そう、言いようがないもんなんか。いや、はい、確かにほとんどインフラはアップルのものを使ってる状態で。アプリの配信もね、ネットワークもね、アップルがやってますからね。で、その割には何も払ってないし、別に。課金されるの嫌だ。課金されるのが嫌だからって言ってやってるわけだから。
あ、多分ね、エンタープライズの、開発者登録の2万9000円ぐらいしか払ってないんじゃないですか、年間。デベロッパー使用料じゃないですか、ただ。そうです、はい。しか払ってないんじゃないですか。はい。それ、日本のデベロッパーの人の個人が集まってるところの方がよっぽど払ってますよ、それ。いや、そうですね。それまとめて払ってたらよっぽど払ってる。だからでもなんかそういうのがね、ちょっと多いので、まあなんか、世界はなかなか一筋縄ではいかないなとは思うんですけど、こういうのを聞くと。いや、だから、さっきも言ったように、いや、そういうことを続けていると、EU の中の人たちが新しい最新の機能が使えないとか、さっきこの前みたいなブルースクリーン問題、他国では修正されてるんだけど、EU の中では修正できなくて、また同じ目に遭ってるとか、多分ね、もうそろそろ直接的なユーザーの不利益っていう場面に陥り始めると思っていて、そうなった時にまだ、こういうこと続けますかっていうところが EU の、だから正念場になりそうだなという感じがしているんですよね。で、ちょっとここ最近のそのヨーロッパの政権とかの目まぐるしい変化とかを見ていると、なんかそういうね、ちょっと書いてくださったんですけど、いわゆるナショナリズムとか、右傾化みたいな国が増えてきたときに、なんでうちの国の連中はこれブルースクリーンまたなってんだよみたいな話になってくると、ちょっと少し、状況も変わってくる可能性があったり、対応に追われるの可能性があったりってことが起きるんじゃないかな。だってこれ、まあ、月1でブルースクリーンになってみ、他の国ではなら、他の地域ではならないのに、もうじゃあ EU、ね、月1でブルースクリーンに仕掛けられるみたいなことになっちゃったら、仕事にならないわけですよね。いや、だから、それこそ、第二のイギリスみたいなところが出てきたときに、EU の体制として本当にどうなるんだろうかみたいなのは、多分大きな問題になってくるかもしれない。ちょっとそういう傾向あるじゃないですか。さっきも言ったように、その選挙があって、その国ごとに選挙があったときの結果を見ると、いきなりはそうはならないにせよ、もしかしたら長期的にはそういうことを考える国が出てきても不思議じゃないなというのがあるんですね。なんかそこら辺はもう少しちょっと EU 側も考えとかないとね。なんか、今いろいろ皆さんコメントありがとうございます。またとしさんとかね、EU に対するサービスっていうのは今後も増えそうですよね、とかね。はい、スムオさんは、じゃあ今度は我々をハブるなって言いそうって、そういうことをやったときに。まあ確かにそれの可能性もあるね。ハブったら追徴金みたいなことを言い出しかねないみたいな。でもさ、これちょっと小学校のクラスの中を思い浮かべてくださいよ。意地悪な子たちってだんだんさ、学年上がると相手にされなくなってくるわけじゃないですか。同じだと思うんですけど。じゃあいいよっていう風な話になった時に。じゃあいいよってなっちゃう。そう。本当に仲間外れでいいんですかみたいなところは問われることになりそうですよね、うん、ナイスにしたらナイスにされるよって、至極当たり前のことでしかない気がしてるんですけどね、なのでちょっとまあこの辺はちょっと EU が今後、まあ多分アメリカの企業はもうちょっとプレッシャーをかけるようになるかなっていうのは最近のね傾向からするとあるので、まあなんかやられっぱなしじゃないよみたいな感じにはなるんじゃないかな、まあ今まで比較的アップルは EU とも中国ともマイルドに接してきている部分っていうのがあったので、なんかアップルが少し態度を硬化させ始めると、また雰囲気がシリコンバレーも変わるんじゃないかなともちょっと思ったりしてます。はい。何しろアップルパイセンですから。敗戦の言うことはね、ちょっと聞いとかないといけないんだよ、みたいなのがあるのでね。ちょっとその辺は、これをきっかけに何かが変わっていくのかどうかもちょっと注目してみたいと。そうですね。ございました。はい、そういう感じでございました。はい、ということで、はい、一応、今週も盛りだくさん。盛りだくさんでしたね。いやー、盛りだくさんでした。私のサッカー好きなのでサッカーの話もちょっといくつか盛り込みましたけども、まあなんか毎週毎週ニュースがやっぱいろいろあるなというふうなことがありますね。でちょっとメールが一件来ておりますので、ありがとうございます。ちょっと紹介したいと思います。ゆうくんさん、ありがとうございます。最近夕食の献立に困った時にチャット GPT に聞いてます。例えばツナ缶を使ったレシピを教えてって送れば2、3品教えてくれるのでとても役に立っています。いいですね。
今 AI の使い方みたいなことはよくガジェタッチでもちょっとテーマにはするんですけど、うん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 、いいですね。このなんか、献立を聞くっていうのはいいですよね。普通になんかね、そういう。あとさ、多分チャット GPT だとさ、私は料理初心者ですっていう前提で、うん、僕にもできるレシピ は、はいはいはい、みたいな聞き方もできるじゃないですか。そうですね。そうですよね。自分のレベルを言って、みたいな。そう。うんうん、鍋一つしかありませんとかですね。そういう条件分岐をいろいろ。条件とかをつけて。なるほどね。コンロは一口コンロだからとか、例えば、そういう話にした時に。一発しかないですみたいな。だから、三品作りたいんだけど、じゃあどうするみたいな話を聞くとかっていうのはね。なんかそういうのは、なんか使い方としては面白いなとか思いますよ。なんか皆さんもなんか AI の使い方みたいなのは確かにいろいろ聞きたい。なんかちょっとね。そう、なんか、太郎さんほら。ママ言っていいと思うんですよ。そう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 、そ う、 そ う、 もう。怒んないから、AI は。言えないじゃないほとんど、そうそう、言えない。そうなんです。ヤンさんが嫌いなものは使わないとか。そうそう俺、だから最初から登録しておいて、自分の嫌いな、なんか、ものとかは登録しておけば、それ以外のものを使った料理みたいなのを提案してくれて、うん、今日の献立もしくは今日の買い物とかまで、もしかしたらそれをサポートしてくれるような、うん、ああいうのになって。なんかそういうもの、でも、他のこそいいかもしれないな。いいね、うん。じゃあ、リンクマン GPT はツナ缶使ったレシピ何があるんですか？ツナ缶を使ったレシピで言うとですね、そうですね、レタスかなんかを買ってきて、その上に開けるってのはどうでしょうかね。ツナ、サラダです。ツナサラダで。ツナサラダね。ツナサラダで、どうでしょうか。レシピとしては素晴らしい。そこ焼けていいですけどね。ツナサラダ美味しいです、ね。ツナサラダいいじゃないですか。レタスとかそういうのいろいろ合わせ、いやーそのぐらいしか僕は思い浮かびませんけど。あとはですね、あーもう一個ありました。はい、温かいご飯を炊いてですね、その中に、入れて握るとですね、なんとツナおにぎり。非常に美味しい。なんとじゃなくてさ、なんとじゃなくてそうなるしかなくないそれは。俺、ツナ、それしか思い浮かばなかった。もう、チャット GPT、3品とか出てこないよ、ツナなんて。ツナは、ツナサラダ。僕が夏場やるのは、パスタを茹でて、それで、ツナ、大葉、大根おろし、貝割れがあってもいいですね。で、お醤油っていう、和風ツナパスタとかいかがですかね。ああ、いいですね。うん、いや、僕、ちょっと、大葉が嫌いなんで、僕の GPT からは、ちょっと下げてされちゃう。大葉ね。大葉の、一時植えたら、その辺で勝手に生えてきててですね、自生してます、うちの。僕の実家の隣のおばさんが、大葉を植えて、うんすごいいっぱいになるんで、うん、勝手に取っていいよって言われてるそうです。別に積んでいいよ。そう、積んでいいの。勝手に積んでいいみたいな。大葉本当に結構強くて、種が、花が、なんていうんですか、塔みたいになるんですよ。うん、こう、なんか立つんですけど、それに白いちっちゃな花がつくんですけど、それが実になると、最終的に弾けます。弾けて、あたり一体に、自動的に巻かれるんですよね。あ、なるほど。それで繁殖というか、そういう風になるんだ。そうすると、翌年、その辺で、また、大葉がバーって生えてきて、で、また、こう、弾けて、っていう形で、何世代もその場所に大量に、大葉が生えてくるんですけど。すごい繁殖能力を持ってるんですね。そうなんですよ、結構。そう、ミントと同じパターンですね。ああ、なるほど。あ、ミントも効きますよね。そうね。確かに、すごい。うん、でも、ミントも大葉も好きだから、もう、いいかな、雑草がミントと大葉ならって、ちょっと思っちゃうんですけど、ね。まあ、そう、なんか、まあ、確かにね、実利も兼ねる雑草ですから、別に悪くはないっていう。そうです。食べられる雑草。食べられる。雑草。今、安藤さんが無茶ぶりをしますよ、はい、リンクマン GPT チーズが大好きだけど食べるとお腹壊しやすいです。チーズを食べた気になれる料理を教えてください。気になるじゃあチーズは食べない方向ですか。食べない方向ですから、うん、お腹壊しちゃうもんね。お腹壊しちゃう時にチーズが食べ、あ、わかりました。料理とはちょっとやっぱ違うんですけどね、
わかった。サラダ作るじゃないですか。サラダを作ったところに、はい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 、ピザポテトがあるんですね。ピザポテトを、ぐっしゃぐしゃにしてですね、振りかけるってのはどうでしょう。そうすると、ちょっとチーズ風味はしますよ。あれ、チーズ、ピザポテト、よくポテトチップを、ぐちゃぐちゃにして入れるってあるじゃないですか。はいはい、ありますね。はい。あれで、ピザポテトであれをやってみたらどうですかね。まあ、チーズ入ってるんで、お腹壊しちゃうかもしれないんですけど、この、あれ、ピザポテトよりもチーズは入ってるんで。食べた気じゃなくて、食べてますね。食べてるんですけど、もしかしたらチーズそのものじゃないから、もしかしたらなんかいいかな。なるほど。ちょっと、すいません、僕ね、そんな料理のあれがないのってバックボーンがないから、どうやって答えていいかわからん。太郎さんだ。太郎 GPT にはないですか？なんか、チーズ。チーズを食べた気になる。チーズを食べた気になる。まさとしさんからそれチーズ入ってるやんって。そうそう、いや、入って、そう、入ってるんですよ。ピザポテトのチーズ、ぐしゃぐしゃは。そうですね。ちょっと入ってる。なんか、ね、食べた気になるって難しいですよ。これなんか、誰か、安藤さんが、ギリギリセーフだそうです。ギリギリセーフが来た。あ、よかったよかった。大丈夫だよ。9大点をもらいましたね。でも俺これで9大点もらえたら大満足だと思うんですよね。そうだね。かなり、ね。そうそうそう。でもやっぱり、豆腐を活用っていうのはそうかもしれないですね。ああ、まあちょっと、そうか。そうか、豆腐か。なるほどね。そういうのは確かにあるかも。でも、チーズを食べた気って難しいですよね。食べた気になるか。チーズの独特の感じ。うん。独特の感じをどう表現するのかみたいなのがあるような難しいですね。結構わかんないかも。うん。いや、これなんか、皆さんなんか、いい案があったら、いい案があれば。いい案があれば、来週また取り上げるかもしれませんので。やだな、はい、これ今後コーナーだったらやだな、ハロー GPT とリンクマン GPT に聞く。リンクマン GPT に聞く料理。料理とか、すごいのが出てくると思うけど。いやいや、だし巻き卵さんがチーズを焼いて、ね、匂いだけで。そうか、そうか、香りっていう手はあるね。香り。あのね、うん、チーズ、ほら、とろけるチーズとかあるじゃないですか。うん、シートになってるやつ、これぐらいの、サイズ。あれを、クッキングペーパーの上に乗せて焼くと、チーズスナックみたいなのになるんですよ。なるほどなるほど。チンするとね。うん。でもまあチーズなんですけどね。チーズですよそれは。香りは。それはね。焼きそう。それねピザポテトよりチーズですよ。いやそれをバリバリに割って何かサラダとかにかけるみたいな方はあり。いやまあサラダにかける。最後にはサラダにかける。だってそのまま食べるってもいいけどさ。そうね。なんか薄めたいですよね。香りは楽しめて。非常に薄めたい。そう。なんかちょっと火通したい感じがありますな。リンタロ GPT っていうコーナーいいですね。もうコーナー名決まっちゃったよ、これ。何か質問が来るんだよ、これ毎週毎週。これだから、お便りコーナーが、そうなんじゃないですか。お便りコーナーは、お便りコーナーでいいんですけど、リンタロ GPT はもっとこう、無茶ぶりな質問が来ちゃうんだよ。無茶ぶりな。うわぁ、すげえな、辛いな、それ。人がアイデアを出すと急に大喜利感が出るの。いや、だってこれもう大喜利でしょ、どう考えても。大喜利じゃんだって。そうそうそう。これは怖いわ。いやいやいや、いいですよ。なんか、面白い。安藤さん、面白い。いいと思いますよ。面白かったですよ。そうそう。ピッタの GPT で。もしあれだったら、なんか、何かあったら、それこそあれですよね。ライブだからこれはもしかしたらいいかもしれない。そう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 、ライブの時に皆さん。そうか。あらかじめメールできちゃうと、考えちゃう。考えちゃうじゃないですか。そうそうそう。そうするとね、大概ダメなんですよ。そんな自分も持ってないんですから、ね、我々なんか。考えちゃうと余計にあれだから、その場の。出たとこ勝負でそうやれるかとか。そうしよう。滑る未来しかない。メールではなくて、いやいいんですよ。メールではなくて、コーナーは設定されてるので、チャットで、さあ、どうぞっていう。
うん。ああ、じゃあちょっと、りんたろ GPT。また長くなるじゃん、これ。長くなるな、また。いや長くなるな、これは、ね。いやということで、一応今日のテーマ的には一つ、やりきったかなという形なので、はい、ちょっと番組からのお知らせをさせていただきます。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集しております。X では、ハッシュタグ、りんたろ、LINTAR をつけてポストするか、概要欄にあるメール、リスナー投稿フォームの URL からですね、テーマ、ザ・リンタロ賞を選んで、リンタロ賞へのお便りを選んでお送りいただくと番組内で紹介されることがあります。うん、お便りの内容は、番組で取り上げてほしいテーマのほか、リンクマン松村太郎に聞いてみたいこと、なんか質問でも何でもいいですので、うん、どしどしお寄せいただければなというふうに思います。よろしくお願い。そしてですね、またチャンネル登録と高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでございましたので、まあちょっと今日はニュースもあります。新しいコーナーもちょっと出てできて、あ、もう台本の方に新しいのができている。もう台本に追加されてますよ。ベースに追加されている。もうだいたいそれでさ、 あれなんだよ、ゆずきさんが一番厳しい質問をしてくるので、ゆずきさんが寝てるだろう最後の方に寝てる、そう、最後の方にやりましょうね。そうそう、最後の方にやった後にやろう、これ。そうそう、あの人が来るとそういうことをすぐ振りだけはで雑に振ってくるんでね。あの人はそういうのをやりますよ。そうそうそう。そうそうそう、はい、いやいやいや。最後の方にしておきましょうね。最後の方にしておきました。はい、というわけでこの時間は、リンクマンと松村太郎でお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。今宵のリンタルショーはここまで。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また来週もお楽しみに。 See you next innovative night.